皆さんこんにちは。株式会社メディクラ販売促進課の中野です。同じく設計課の柳沢です。本日は小山市にあるママライキ東2期12号棟モデルハウスをご案内いたします。よろしくお願いします。まずこのモデルハウスのコンセプトを教えてください。はい、こちらのモデルハウス、名前がシーズナブルと言いまして、四季の移ろいを感じていただきたくて、四季は英語でシーズン、それが由来となっております。季節を感じられる工夫もたくさんあるので、この後ご説明たくさんしていきます。その工夫も合わせて一緒にご案内させていただければと思います。では早速家の中見ていきましょう。お願いします。玄関を開けると植物が見えるんですね。はい、こちら玄関の前がシボニアになっておりまして、夏ハゼという木が植わってます。季節によって葉が赤くなったり実がなったりして、このモデルハウスにぴったりだと思いましたので、あちら植えました。でも玄関そのまま中に入れますとベンチがついてるんですね。はい、こちらのベンチですね。ブーツなんか履くときなんですけど、通常のこういった玄関の段差だと足が上がってとても履きづらいんですね。なのでそういったことがないように、こちらのベンチで、楽に靴が履けるようにベンチを据えてみました。小物なんか置くといっても、おしゃれですね。玄関部分の土間はリビングまで続いてるんですね。はい、こちらの土間がリビングと外の庭をつなぐ、中間の土間となっております、はい、この土間があることでより外を感じやすくなっておりますね。いいですね。ここからお庭だったり空だったり眺めるのも楽しそうですね。そうですね。で、工夫としましては、ここの天井材と外の軒天が同じ材料で貼ってありますので、つながってる感がより出ますね。はい、開放感抜群の広い吹き抜けですね。はい、そうなんです。こちら吹き抜けの上に窓がありまして、こちらの窓から冬場なんか日差しが入りまして、リビングや、2階の奥の方まで光が入るようになってます。屋根も出てますので、夏場日射が入ってこないような工夫もされてます。ちなみにリビングの床はどういった素材が使われてるんですか？はい、こちらですね、奈良の無垢材を使用しておりまして、無垢なので、床で温かみを感じれるような素材を使っております。はい、このリビングの中におしゃれな階段ありますね。こちらすごいかっこいいですよね。はい、発電さんの、スチールの階段使っております。畳スペースは小上がりになっているので、断層部分に腰をかけてくつろぐことも可能です。はい、こちらの畳スペースでも食事をしたり、あとはダイニングのソファーとしてこう座って使っていただいてもいいと思います。キッチンの南側には窓がついていて、庭とつながっている窓になっています。お庭にいる家族とのコミュニケーションが取れるのがいいですね。そうですね、こちらの窓、お庭とつながっていますので、料理して出来上がった、食材などこちらにすぐ運ぶことができるようになっております。キッチンも、このように L 字型になっておりますので、調理動線がよく作業できるのかなと思います。簡単の下はゴミ箱が置けるようになってるんですね。そうなんです。ゴミ箱置く場所を結構悩まれる方多いんですが、きちんと用意しております。で、こちらのカウンターも、結構奥行きのあるカウンターになってまして、リビングの方とコミュニケーションを取りながら、キッチンで作業することができます。軽い食事なんかもここで済まされてもいいと思います。間接照明も雰囲気が出てとてもいいですね。ありがとうございます。こちらテレビの面の壁になってますね。グレーのクロスがアクセントになってます。実はこちらの壁が、水回りの目隠しも兼ねてまして、裏に回っていただくと水回りが、こちらにまとまっております。洗面なんかも、おしゃれに仕上げました。
このモデルハウスでは主寝室が1階にありますね。はい、そうなんです。主寝室が1階にあることで平屋のような生活の仕方ができ、将来的にもとっても楽ちんだと思います。そうですね、小さなお子さんがいるとミルク作りをするときに主寝室とキッチンが近いとミルク作りすごく便利になると思いますし、将来的に階段の上り下りが少ないと動線がとてもいいですね。はい、その通りですね。でこちらが、窓から実は玄関から見えた、シンボルツリーですね、見えるようになっております。ちょっとまだ成長しきってないんですけども、で玄関側からこう視線が、通通にならないように、窓の配置も工夫しております。こちら2階のフリースペースになります。こちらですね、セカンドリビングみたいな形で使っていただければと思います。そしてつながっているので、コミュニケーション取りながら過ごせるのかなと思います。こちら何のお部屋になるんですか？こちらですね、小屋裏収納となっておりまして、ちょっと天井が下がっている空間ですね。荷物とかしまっていただいたり、あとはちょっと遊び場とか趣味部屋みたいな形で使っていただければいいのかなと思います。こちらお庭になります。道路側に目隠しのフェンスがついているので、ちょっとプライベートなお庭として使えますね。はい、土間でリビングの方とつながっていますので、リビングの人とも、コミュニケーションが取れて、すごくつながりのあるお庭になっています。であちらがキッチンの方とつながる窓になっています。沼田駅東2期12号棟シーズナブルはいかがでしたでしょうか？ご見学も受け止まっておりますので、お気軽にお問い合わせください。少しでもいいなと思っていただけたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。